5連勝。ソフトバンク楽天8回戦、ソフトバンクが楽天に21対0で勝利。こんだけ点取ったのに2時間50分ゲーム、すがすがしいほどのワンサイドだったな。ホークスファンプはすごいよね。今日だけで打点21増えた。楽天今年の海は出し切ったな。あとは登っていくだけや。この楽天がソフトバンクに一番相性良いってマジかな。ポンセはもうのおまふくおかドームだろ。楽天先発ポンセ3回12失点。ポンセはハムでも大して活躍してないしな。こんなもんでしょ。ポンセの防御率 7.04 まで上がってる。やらかしたのがポンセだからオハムもだんまりなのがおもろい。楽天リリーフ桜井1回6失点。桜井は前回良かったのに大変やね。桜井さん僅差の試合ではとても使えない。桜井も使ってりゃ防御率4、5点台にまとまりそうだな。楽天リリーフ吉川3回に失点。吉川は敗戦処理で50イニング以上投げそうだな。ため息。楽な展開なのに抑えられないか。吉川は敗戦処理で全然使える方だよ。楽天リリーフ西垣1回1失点。まともにコントロールできない西垣。よくやったよ西垣。西垣何の判断で残してるんやろ。ソフトバンク先発有原6回無失点。先発有原が6回57球ってのすごい。有原の球数見るとマダックス見たかったな。有原は福岡で楽天戦の相性がぴったりでしょう。ソフトバンク打撃成績。栗原先生に点タイムリー。栗原なんだかんだ最近打ってるよな。栗原絶好調。川村タイムリー。やっぱ川村の打球は伸びるな。川村不調だけど速い球には強い。甲斐タイムリー。甲斐まで打つとか。甲斐が打つとは今日よっぽどだったんだな。ポンセ。柳田2点タイムリー。柳田やっぱすごいな。柳田の打球は取れそうだったな。山川タイムリー。山川は1イニング2安打かすごいな。山川大丈夫そうで何より。栗原ホームラン。栗原完全復活したな。これは三冠王栗原。今宮タイムリー。今宮すごい。今宮復活。栗原タイムリー。栗原完全復活だな。栗原モンスターカスタム。川村タイムリー。川村マルチエーヤン。川村でポジポジや。甲斐2点タイムリー。甲斐のドヤ顔。甲斐は今月ずっと良いのよ。周東タイムリー。周東打ちそうって思ったら打った。周東3割切りそうになるともう打ショート化するよな。今宮3点タイムリー。今宮3球に打ち出すな。今宮も復調アピールしないとだから情けかけてられんよな。柳田タイムリー。男柳田したいきり。柳田もう帰りたそう。栗原ツーランホームラン。栗原2打席ホームランは山川以来だな。栗原の打撃の数字が爆上がりしてる。海のホームラン。海の映像。海のくんパワーあるやんか。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。